ちは。さて、辻チャンネルの料理の時間になりました。よろしくお願いします。今日は釣りに行く予定でしたが、急遽津波注意報とかが出てるので取りやめ料理編にしたいと思います。では、今日の料理はご飯と昆布と、この豆腐ですね。豆腐、木綿豆腐を用意して、今から湯豆腐を作っていきたいと思います。とこれから、ご飯の仕込みをしていこうと思います。これは締めで食べるお楽しみです。どうも。さ、ご飯を用意しました。これからこのご飯で締めの雑炊のご飯を溶いていこうと思います。これは昨日炊いた米の残りです。それでは水で溶かしていきましょう。それでは行きます。水でほぐします。それではこうやって水で洗った後、用意してボウルに用意して水を切っていこうと思います。こうやってご飯を洗ったら水を切っていこうと思います。その間に出汁を取ったこちらですね、昆布で出汁を取って、今から湯豆腐を作っていきたいと思います。それでは豆腐を切っていきたいと思います。軽く洗って豆腐をですね、まず半分に切ります。6等分ですね。6等分このような感じですね。さあ、では次にこれをお皿に盛り付けて、次は野菜を準備していこうと思います。今冷蔵庫を見たらですね、この味噌汁の材料かな、揚げさんとネギと舞茸が残ってたんで、これを湯豆腐と一緒に入れたいと思います。それでは、添加していきます。沸騰するまで待ちます。昆布はこのまま、
じゃあ沸騰するまで待ちたいと思います。では野菜湯豆腐いただきます。じゃあですね、まず最初何から食べようかな。メインの、では湯豆腐からいただこうと思います。いただきます。うん。お、一味とね、一味とポン酢が合いますね。このピリッとして美味しいですよ。うん。何を次食べようかな。ここに残ってありますキノコ類をね、食べていこうかな。キノコがないな。ネギとエレンギと揚げと一緒に食べていきたいと思います。ではいただきます。うん、うまいな。うん。美味しいですね。このネギは甘みがあって美味しいです。じゃあ、あとは締め編がありますので、ゆっくりと食べていこうと思います。それでは、締めのですね、ご飯を入れていく、入れていきますよ、ご飯。じゃんじゃじゃーんと、じゃんじゃじゃーんと、ご飯を入れたら、蓋をします。で、強火にして少々お待ちを。さあ、鍋がですね、ほら見てください、ちょっと見せますよ。グツ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 と言ってまいりました。ほんで、今からここに卵を入れたいと思うんですけども、まだもう少し時間がかかりそうですね。楽しみですね。といったやっぱこの最後の雑炊でね、卵を入れて食べるのが最後締めですよね。美味しいですよね。このいろんな出汁が出てね、ネギでしょ、まあ揚げが入ってるでしょ、さっきのエレンギじゃないかな、キノコ、あれなんだったか忘れたな。あとは昆布にで豆腐でしょ、ね、昆布からもいい出汁が出てますよ今。ほんとアクが出てきました。アクを取っていこうと思います。
で、ここで沸騰してきたら、あ、今思い出しました。舞茸やった。舞茸さんか。舞茸さん。北斗舞茸。美味しそうだね、これね。沸騰してきたら、ここで弱火ます。弱火なくていいかな。あとは好みですね、ご飯の。私はもう少しやって、とろみが出るまで混ぜ混ぜしながら、焦げつかないように混ぜ混ぜしながら、それでは卵を溶いて、私はどっちかというとこの後かき混ぜるの大好きです。ね、かき混ぜましょう。私はこうやって残りのポン酢の中に入れていきます。ないですからね。じゃーん。木のスプーンで食べていこうと思います。いただきます。うまい、うん、やっぱ締めのこのおじや最高ですね。卵と、あ、ピリッと、一味でピリッと締まるのがうまいですね。うまい、うん、うん、うまい。それではゆっくりと食べていきます。それではすいません、お腹いっぱいになりましたので、ごちそうさまでした。こちらのお椀はこの通り完食になりましたので、よいしょ。皆さんご視聴ありがとうございました。いいねボタンとコメントもよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくね。で、次回は今度、天候と波の状態が良ければ釣りに行きたいと思いますんで、これからも竹釣りチャンネルよろしくお願いいたします。またねー、またねー。